今回ですけども、こちらのわらび餅食べてみようと思います。本わらび仕様のわらび餅ということですね。伊東県。わらびの根には需要があると言われています。本品はそのわらび、本わらび粉を使用した一品です。えー、黒蜜ときな粉が吸えられているというタイプですね。まあ、こういう感じで、こう、しっかり寿司あるわらび餅。240g 入っていて、 227g がわらび餅 3g がきな粉黒糖黒蜜が 10g という感じですね原材料が砂糖国内製造加藤葡萄糖液糖本わらび粉ここに書いてるように本わらび粉がメインででんぷんより本わらび粉がメインなのでしっかりですねこの美味しい本わらび粉のあの少し黒っぽい感じのわらび餅になっているんでしょうか楽しみです和三、えー、本 で、でんぷん、寒天、乳糖、増粘多、うん、糖類、グリチン、リゾチウムっていう感じですかね。で、きな粉、大豆、きな粉は大豆で、黒蜜が三温糖、加工黒糖、水飴、えー、砂糖混合、異性化、異性化液糖って書いてますね。えー、と、京都市伏見区の 会社のようですね伊藤それでは開けてみましたこんな感じですね黒蜜ついていてきな粉これぐらいの分量ですえっ、ー、と下にこれわらび餅ありますけどもちょっと茶色っぽい感じの色合いですごくですね美味しそうだなと思うんですけどもこれがですねこうずっしりしていてたっぷり入っているのが嬉しいところです、まあ、この分量に対してきな粉の量これぐらいとえっ、ー、と黒蜜の量この ぐらいっていう感じなのでちょっとですねもう少しきな粉とかも黒蜜なんかも足りないかもしれませんけれどもこれ自体に甘さが結構あればですねこのままでこれちょうどいいのかなとも思ったりしてますけども足りなければまあ蜂蜜かけてみたりとかそんな感じでもいいのかなと思いますでこれカットするようですねはい横から見た感じですねこれぐらいこういう感じの厚さです それでは開封してみましたこんな感じ結構ですね弾力しっかりあるようなこんな感じのわらび餅でしたで少しですね食べてみたんですけれども結構甘さしっかりありますのでこれの状態でも結構甘いなっていう感じでしたねですのでこれぐらいの分量で案外ちょうどいいのかもしれませんでこう弾力がありますのですごく柔らかくてもっち系ではなくて うん、割とですねこう寒天で固めた時の洋館のような感じまでい,かいきませんけれどもえっ、ー、とようとプルプルの中間ぐらいという感じでしょうかねまあ結構弾力ある系と思って見てもらえればこの感じで伝わるかなと思うんですけどもはい結構しっかりこう弾力がありますはい固まってます で、この辺少しカットしてもう一回食べてみます。こういう感じですっとカットできてこんな感じですね。うん。こう柔らかい寒天ゼリーっていうようなそんな感じでしょうか。はい。そしてですね。 味なんですけれどもうんちょっとべっこう飴のようなそんな感じの雰囲気の味に感じられます結構甘いのでこのままでも美味しく食べれますねうんそれではこの後ですねこれにきな粉と黒蜜かけて食べてみようと思いますそれではきな粉と黒蜜かけて で、黒蜜だけここ、今上に乗ってるんですけども、このきな粉の下と、これの中間ですね、わるび餅の。黒蜜だけで食べてみたんですが、黒蜜つけた方が圧倒的に美味しいなと。やっぱり黒蜜の香ばしいコクと風味、これがプラスされて美味しかったです。で、きな粉つけた状態でも少しですね、食べてみようかなと。 わらび餅といえばやっぱりこのきな粉がですね香ばしくて美味しいのでうん、うん、今ちょっと黒蜜がこう垂れてますけれどもきな粉をつけるとこの香ばしい風味が一気にプラスされて美味しくなりますうん で少しきのこ少ないかなと思ったんですけども案外これぐらいの分量でちょうどいいかなっていう感じでしたはいで黒蜜も黒蜜もちょっと多くても個人的にはですねいいなっていう感じなんですけども下のこのわらび餅自体が結構甘さあるのでうんまああんまりつけすぎると甘くなってしまうのでこのぐらいでいいのかもしれません もうちょっと黒蜜の風味一気に追加して食べるのもいいかなと思いますので自宅に黒蜜なんかあれば追加で少しですね追加してもいいと思います美味しかったですあそれとですねあのこのわらび餅なんですけども冷たく冷やしてですね食べてますひんやりとした食感が欲しかったのでしっかり、えー、そうですね1日2日ぐらい冷蔵庫に入れて 食べてますもう少し常温にしとけばもう少しこの柔らかさ出ると思いますので柔らかいの食べたい方は常温で食べてもいいのではないでしょうか冷たい食感好きな方は冷蔵庫でしっかり冷やして食べるといいと思います